私は結婚して、体外受精で妊娠して出産を経験したんですけれども、なんかその性行為を伴わない妊娠というのがすごい私にとっては不思議で、すごい面白い経験だったんですね。で、なんかキリスト教の処女解体が現実に起こったと思って、ね、なんかイルマタルっていうのはあのフィンランドの女児誌の、大気の処女の名前なんですけれども、そのイルマタルが、海に降りて風を受けて、受胎するというお話があって、そこからインスパイアされました。私自身のその物語でもあると思うんですけれども、今を生きる全ての人の女子誌を編集したいなという思いで作りました。不妊治療というのが今すごい増えていて、すごいスタンダードなものになりつつあるんですけれども、それを記録しているものがないなと思っていて、今の時代を生きる女性として、当然のように記録すべきものだろうなと思ったので、写真集という形にしたんですけれども、マイノリティであってもそうじゃない人も普通に生きている人生をなんか平等に切り取っていきたいなと思って、私の写真を見て何か心に引っかかるものを感じるとすれば、なんかそれは今の、世界が抱えている社会のテーマだったり、その社会の課題なのだなって思ってます。ありえないことが起こるじゃないですか、人生って。みんななんか不思議なことばっかり起こるから、なんかそういうのにもっと注目して写真にしてったら、なんか人生もすごい、なんだろう、すごい素晴らしいものになるのになと思って。